レビズ G7 広島サミット一問一答テレビ東京官邸キャップの篠原博明です、まあ、今日も質問参ります30代男性のタンコブさんからの質問です太平洋の島国クック諸島の首相が G7 サミットに招待されるそうですがどんな会談がなされるのでしょうか うん、あのなかなか詳しいご質問ですねあの、今回はお答えはちょっと最後の方にしまして、まずはちょっといろいろと説明をしたいと思います。G7 サミットには、ですね G7 の首脳と EU 代表という正式なメンバーのほかに、まあ、2000年の森総理が議長を務めた沖縄サミット以降、ですね新興国や途上国が招待されるのが通例となっていましてね。 G7 首脳だけで議論する会議のほかに、まあ、こうした招待国も含めて議論する会議というのがいくつか設けられるようになりました、まあ、やはりかつては世界の GDP の7割近くをこの占めた G7 の時代とは違ってですね、まあ、この新興国、途上国の対等は目覚ましいものがありますよね、もう例えばインドとか中国の存在感って20年前とは桁違いじゃないですか。で まあそういうこともありましてね、地球規模の大きい国際的な課題を解決するには、やっぱり G7 以外のこうした国々の理解とか協力も必要になってきているという背景があるんですね。今回の広島サミットでは、招待国は8カ国ありまして、これはあの議長国が決めるので、岸田総理の判断で決めたわけですが、クアッド。 という枠組みの中で、ね、大変重要な安全保障上も関係が強くなっているオーストラリア、また最近、関係改善が、えー、著しく進んでいる韓国、でこの他にブラジル、ベトナム、また、えー、コモロ、これは AU ・アフリカ連合の議長国なんですね。そしてインド、まあ、これはです、ね、もちろんクワッドの仲間ということもありますけれども、今年の G20 ・20と国の地域の このの首脳会議の議長国を務めて、いいるということもありますそして今年の ASEAN ・東南アジア諸国連合の議長国であるインドネシア。そして最後にご質問のあった太平洋諸島のクック諸島。こちらはですね太平洋諸島フォーラムの議長国を務めています。あのクック諸島って言いますけどこれ国の名前ですからねで。特にオーストラリアと韓国以外のこの6カ国はですね、 いわゆる途上国、新興国で、えー、最近はグローバルサウスという呼ばれ方をされています。まあ、近年といいますかね、えー、このロシアによるウクライナ侵攻以降、こうしたグローバルサウスの国際政治での存在感がすごく増しているんですよね。というのも、こうしたグローバルサウスの国々は、えー、中国やロシアと深い関わりがありまして、まあ、要はですね、経済的な支援を受けたりとか、えー、こうや中国やロシアの,この投資を受け入れている国が多くて、 こうした国々は G7 側だけに肩入れできない、いろいろな背景、事情を抱えているんですよね。で、結果として、国連などで、例えば G7 側がロシアに関するです、ね、決議をする際などに、こうした国々が棄権をする、だから G7 側、ロシア、中国が双方に中間的な立場を取ることが結構多くなってきているんですよね。 G7 サミットの議長国の日本としては、今回のサミットにこうしたグローバルサウスの国々を積極的に招いて、G7 側の議論に加わってもらうことで、えー、国際政治上でこのグローバルサウスの国々を味方に引き入れたいんだっていう思惑があるんですね。でそうした大きな外交方針の一環で ゴールデンウィークに岸田総理がアフリカ4カ国を歴訪したというニュースをご覧になった方もいると思うんですが、えー、そういうグローバルサウスをこの仲間に引き入れるんだというですね、えー、狙いもあって、岸田総理、アフリカ外遊に出かけていったんですね。でアフリカ各国の訪問では岸田総理は、この日本から各国に支援するよということを伝えつつ、ウクライナ情勢などでの G7 側の考え方を伝えて、理解を求めていたんです。でご質問にあった 西洋諸島の国の一つであるクック諸島もグローバルサウスの国の一つとされていまして今説明しました G7 とグローバルサウスの関係強化という大きな文脈の中で招待されたというふうに言えますちなみに日本政府はですねサミットでグローバルサウスという言葉を積極的に使うつもりだったんですがこのサウスという言葉にはねあの南北問題という言葉あるじゃないですか基本的には北がまあ止める 地域で南が貧しい地域という前提の言葉なんですけど南北問題っていう言葉に代表されるように国際的にはね南って言葉にサウスって言葉に貧困というイメージがあるわけですねですからこのグローバルサウスという言葉をサミットで使うってことに対して G7 内からですね違和感を日本政府指摘されたんですよねでこうしたこともあって実際のサミットではグローバルサウスという言葉よりもパートナー国などの表現が使われることになりそうです まあさて、話をですね本題のこのクック諸島にもう一度戻します。この島国のクック諸島、正体の背景にはグローバルサウスの一つの国だからということ以外に、ですね実はもう一つの重要な文脈があるんです。それは、クック諸島が位置する太平洋の島初国、14カ国の島々というか、国々があるんですが、ここへの影響力を拡大させようとする 中国への対抗です、まあ、大きな動きは去年2022年4月にありましたその舞台はこの当初国の一つソロモン諸島でした、まあ、実はソロモン諸島は2019年までは台湾と外交関係があったんですが台湾とは断交をしてですね中国と外交関係を樹立して2022年4月にはですね中国と安全保障協定を結んで安全保障関係の この強化をしたんですね中国とソロモン諸島が安全保障関係の強化をした、そして今年に入ってこのソロモン諸島という国はです、ね、港湾、港の工事をです、ね、中,国中国の企業が受け負うというニュースもありまして、経済関係も強化されつつあるんです。中国はこの地域での影響力拡大を狙っていまして、去年5月、2022年5月には、 当時の王毅外相が10日間にわたってこの地域を外遊しているんですね。で中国がこの地域を重視するのは、まあ、ソロモン諸島などですねアメリカとオーストラリアを結ぶシーレン・海上交通路の近くにこうした国が位置していて、まあ、いわゆる地政学上の要衝となるわけですねで。また中国はこうした国々にインフラ整備支援を行うとみられているんですが 債務の返済に行き詰まった国に対して、まあ、建設したこの重要公安などの権益を渡すよう求めたりする事例がありましてね債務の罠なんていう批判を受けたりしていてこの地域でもそうしたことが起こるんじゃないかということが懸念されているんですでこうしたこともあってアメリカは去年こうした中国の動きに対抗するようにワシントンでアメリカ太平洋島し国首脳会合を開催しました で日本政府としても、もしこの地域で中国の影響力が増せば、アメリカや、ね、オーストラリア、このアメリカとオーストラリアを結ぶこのシーレーンの真ん中にある地域ですから、その地域だけじゃなくってね、ねやっぱり日本の安全保障にも影響が出かねないという危機感を抱いていますしね、やっぱり日本が掲げる台頭する中国を念頭に置いた。 自由で開かれたインド太平洋という外交構想の実現には、この太平洋島諸国の重要性がますます大きくなってくる、ここの安定というのは、すごく重要なんですよね。で、もっとも日本はです、ね、この地域との関係をまあ早い段階で重視していまして、1997年から太平洋島サミットというものを、ね、結構定期的に開催していて、関係を深めていますし、今年3月には、林外務大臣がソロモン諸島とクック諸島を相次いで訪問しています。 まあこうした流れの中で今回、太平洋諸島フォーラムというまあこの島国のね集まりがあるんですが、ここの議長でもあるクック諸島という国、ここの首相を招待して、太平洋島諸国の意見も G7 サミットに反映して、関係性を強化しようということを狙っているわけです。でご質問にあった、そもそも日本とクック諸島の首脳会談はまだ発表されていません、この現時点では発表されていませんが、行われれば、 まあこういった当初国への支援とともにですね、法の支配による国際秩序の維持、これね、いつもニュースに出てくるんですけど、難しいですよね、言ってること。これ、要はね、法の支配の逆を考えてください、これ、力の支配なんです。要は、軍事力による支配ではない、軍事力で一方的に支配していくんじゃなくて、法の支配、国際法とか、ルールにのっとった国際秩序というものが重要だよねという、日本の考え方を伝えるとともに。 まあ国際政治において G7 側の動きに理解を求めていくものとみられますまた当然太平洋島諸国への,この影響力拡大を図る中国を念頭に置いた議論もなされると思われます、まあ、クック諸島はですね、そもそも2011年に日本との外交関係が樹立されたばかりなんですよねですが、まあ、中国の太平洋島諸国への関心が強まる中で 日本としてもその関係強化は大変重要な課題となっています。5月19日の WBS は広島サミットが開かれている現地から佐々木キャスターや原田キャスターと一緒にお伝えすることになります。ぜひ現地からのですね最新の情報を WBS でご覧いただければと思います。またテレ東ビズでもですねこの5月19日から21日までの3日間。 広島 G7 サミットの最新の情報を随時配信でお伝えしようと思っています。ぜひご期待ください